い、どうも、こんにちは。こんばんは、ひなたです。今日はですね、ちょっと、前髪を巻いてないんですけども、プラス、花粉か風邪かよくわからないんですけど、すごい体がだるくて、鼻水とくしゃみと、もうね、やばいから。ちょっとやばいくて、ここら辺ちょっとね、赤くなってるよね。うん、やばいね。プラス、鼻声なんですけれども、今日は、こんな感じでお送りしたいと思います。で、今日は、女子なら誰しもちょっと気にする、前髪の巻きグッズを買ってきたので、そちらを紹介したいと思います。こちらです。前髪カールさんです。これね、インスタグラムで私見たんだけど、カーラーなんだけど、クリップ状になってるカーラーで挟んでくるんって巻くと、もう巻きがつくみたいなんですよ。高校生とか中学生ってさ、やっぱ巻きたいけどさ、なんか、宿泊学習とかあるとき、アイロンとか持ってっちゃダメだと思うんだけど、よくわかんないけどね。そういうときにこれ役立つんではないかなと思って、ちょっと試しで買ってみました。こんな感じです。結構強めのクリップです。で、結構ここももさもさしてて、取れないかなって思います。ピント合ってた？で、これはね、なんかね、前髪の長さが10センチ以上の方対応らしいです。あまり短すぎると多分巻きができないから、あんま対応しないんだろうね。使い方としては、毛先を挟んで、カーラーに巻いて、外して、整えるっていう感じです。カーラーってさ、ドライヤー当てなくても跡がつくのかなっていうものをちょっと今日は検証したいと思います。どうなんだろうね。じゃあ前髪巻いていきたいと思います。いつも巻く部分ここぐらいですね。で、毛先をこんな感じ。こんぐらいに巻いて、ほんと毛先だね。で、強くカーラーに巻きつくように巻いていくといいって書いてあります。こんな感じです。サザエさん。間違いなくサザエさん。で、この形状的に癖がつきやすい、なんか平べったい円型みたいだから、癖がつきやすいって書いてあるのでね、ちょっと待ってみます。じゃあ今から、とりあえず、3分ぐらいやってみるか。3分ぐらい。用意スタート。お、3分経ちました。じゃあ撮ってみますか。どうだろうね。痛い。お、すごい！本当に跡ついた。いいね、これ。3分でこんなに跡つくんだ。なんか、巻きすぎてな、お前チックになっちゃった。あ、でもちょっと毛先のところが巻けてないから、本当にギリギリのところを持って、で、挟んで、巻いていくのがいいのかなって思います。はい。整えたらこんな感じです。どう？結構いいなって思った。アイロンとか使わないで、髪の毛傷めないで前髪巻けるから、すごいこれいいなって思いました。いくらだったっけな？これロフトで買いました。あ、580円です。ちょっと高いかもしれないんだけど、学校で巻きたい人とか、学校でアイロン持っていけなくて、でも前髪巻きたいっていう時、これいいかなって思います。ぜひ皆さん試してみてください。私的には、これ星5個中、4.5 ぐらいかな。よかったです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。